昭和町駅は、香川県高松市昭和町2丁目にある四国旅客鉄道高徳線の駅である。駅番号は T27。国鉄最末期の開業である。国鉄の駅だったのはわずか9日間だった。短式ホーム一面一線を有する地上駅。無人駅であるが、朝のラッシュ時には駅員が配置される。トイレはない。 プラットフォームの高松方はスロープとなっており、道路への出入り口とつながっている。駅舎はないが、スロープを下った先、道路への出入り口付近には小屋があり、中に自動券売機が設置されている。プラットフォームの有効長は4両分である。2020年3月14日から、高松駅や島駅間にありこかなどの交通系 IC カードが導入されたが、当駅は、 導入対象外であるためアイコカなどの交通系 IC カードは使用できない。1日平均の乗車人員は以下の通り。野球踏切高松法より昭和町駅から南方200メートルにある高松市道8番町西浜新町線との踏切には野球踏切という名前がついている。これはかつて県立高松商業高校の野球部員たちが高徳本線を挟んだ。 練習場までの行き来に、腐見切りを利用していたことから名付けられたものである。同校の校舎は、1949年に現在地の松島城に新築されるまで、仮校舎が現在の香川大学教育学部の敷地に位置しており、練習場が現在の JR 四国研修センターの位置にあった。校舎移転後は、野球部員たちが往来することはなくなったが、 2003年9月に JR 四国による解説看板が設置されて当時の状況を今に伝えている。この踏切は1925年8月1日の国鉄高徳本線高松市戸間開業時に警報機のない第4種踏切として設けられ1951年5月20日に警報機の設置で第3種踏切に格上げされた際に踏切名が命名された。 その後1969年3月30日に、遮断機の設置で、第一種高踏切に格上げされて、現在に至る。野球踏切と駅を挟んだところにも、高松市道後番町にしたガラセの踏切があり、上りの普通列車が駅に到着すると車掌が、備え付けの箱に鍵を差し込み、降りている遮断機を一旦上げる。ワンマンカーではされない。ありがとうございます。